問題。第一語表険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか二つ選べ。一番。保険料の付加期日は市町村の条例で定める。保険料の付加期日は市町村の条例で定めるとありますが、これは誤りになります。保険料の付加期日っていうのは何かっていうと、 これは、被保険者の保険料が確定する日,日にちと期日ということになります。これはもう全国一律で定められておりまして、年度の初日ということになっております。年度というのは4月に始まって3月に終わりますので、まあ、年度の初日、4月の1日ですね。これが介護保険料の付加期日ということになっております。 で、途中で被保険者資格を取得するっていう方もいるわけなんですけれども、年度の途中にですね、その場合は、その被保険者資格の取得日が不可期日ということになりますので、まあ、その点も押さえておくといいですね。で、その次に2番、被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。というふうにありますが、これはその通りで、丸と。 ということになります。で、介護保険ですね。第一後被保険者の保険料の徴収方法というのは2つあるわけですね。特別徴収と普通徴収の2つになります。特別徴収というのは年金転引きという形で保険料を徴収するわけですね。まあ、公的年金、老齢年金と障害年金と遺族年金とありますけれども、この年金の年額が18万円以上の人というのは、その公的年金から介護保険料というのは転引きになるんですね。 これが特別徴収というものになります。で一方で普通徴収の人ですね公的年金の年金年額が18万円未満の人っていうのは どのように保険料を納めているかといったら、保険者である市町村から納入通知書というですね、ものが送られてくるんですね。で、この納入通知書を持って、まあ、金融機関であるとか、コンビニであるとかあ、郵便局とかですね、そういったところ、あるいは、まあ、行政の窓口を直接持っていくという形を取ってですね、支払いをするわけですね。保険料の支払いをすると、納入をすると。これが普通徴収という、あの、徴収の方法になります。 で、この普通徴収の方というのは、未納滞納のリスクというのがあるわけですね。特別徴収の場合は、年金から転引きになりますので、未納滞納というのは、まあ、起こらないわけで、徴収率は100%になるんですが、普通徴収の場合というのは、被保険者自身に納入してもらうという形をとっておりますので、まあ、ともすれば、それを払わないということはあり得るわけですね。実際に、普通徴収の徴収率というのは100、100%ではありません。 やはり一時プですね、支払いをしないと、納入しないという方が出てくるわけなんですけど、その未納滞納のリスクというものを抑えるためにですね、この連帯納付義務という仕組みが取られているわけなんですが、具体的にはどういうことかといったら、普通徴収対象のですね、第一号被保険者の世帯主、それから配偶者、 この方々には連帯納付義務が課されるというですね。まあこういう仕組みというのが取られているということですね。なので世帯主と配偶者の人っていうのはその被保険者同様にその保険料を納付する義務があるということですね。この点を押さえておくといいかなというふうに思います。ではその次ですね。3番。保険料の納期は厚生労働省令で定める。保険料の納期は厚生労働省令で定める。 というふうにありますがこれは誤りになります保険料の納期っていうのはこれは徴収猶予というふうに言ったりもしますけれどもどこが定めているかといったらこれは市町村ですね保険者である市町村が定めております市町村が市町村条例において定めるというふうになっておりますのでこの点を押さえておくといいですね品質のポイントになりますではその次4番保険料は 市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。保険料は市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。というふうにありますが、これはその通りで丸ですね。 今コンビニで保険料の支払いなんていうのはできるようになっているわけなんですね。まあ、特別徴収の人は年金点引ですから支払うということはありませんけれども普通徴収の方っていうのは納入通知書でもって払うわけなんですが、まあ、これ銀行に持って行っても払うことできますけれどもコンビニでも払うことができるともちろん全てのコンビニではありませんけどね委託契約を結んでいるコンビニに関しては、まあ、そこで支払いができるということになっております。えー、これれはは法改正ですすね2006 2006年年度ももだいぶ前にはなりますけれども2006年度の の法改正からこれができるようになっているということですね。その次5番、被保険者は普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。被保険者は普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができるというふうにありますが、これは誤りになります。 これ選ぶことはできないわけなんですね。もう自動的に決定します。公的年金の年金年額が18万円以上であれば、もう自動的に特別徴収と。年金年額が18万円未満であれば、自動的に普通徴収と。このように分けられますので、この説問というのは誤りということになります。ということで、第1号被保険者の保険料の普通徴収について問うているこの問題ですが、正解は2と4の2つが、 正解しということになります。繰り返します。2番、被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。4番、保険料は市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。この2つが正解詞となります。解説は以上です。